おはようございます。おはようございます。今朝、小松市の宮橋市長を訪ねたのは、航空自衛隊小松基地の石引き司令。その目的は、現下の国際情勢や我が国周辺の安全保障環境を踏まえれば待ったなしの状況です。皆様のご理解を得つつ、訓練飛行をぜひとも再開させていただきたいと思っております。1月31日に F-15 戦闘機が小松沖に墜落し、パイロット2人が死亡した事故を受け、航空自衛隊小松基地は緊急発進以外の飛行を自粛しています。石引司令は、機体の特別点検やパイロットの教育がおとといまでに完了したと報告し、日中の飛行訓練から順次再開したいと申し入れました。やはりその防衛の要ということはですね、常にこの国際情勢の中で重要なことであるということは認識しております。ただその一方で、その安全飛行ということに関する住民の不安払拭ということも重要なことだというふうに捉えています。事故原因が判明する前の訓練再開の申し入れに、小松市民は、まあ、小松基地はその国防の要なので、それはまあ大事なことじゃないのかなと。ちっちゃい頃から当たり前になってたことなので、それを深く考えたことなかったですけど。北朝鮮とかなんとかっていうのを聞くと、そうかといって守ってもらうっていうのもあるのかなと思うし、複雑です。はっきりと いかんとも言われんし、やってもいいよとも言われんし、複雑です。宮橋市長は、議会や市民の意見を聞いて適切に判断したいとしています。